あ、どうも、このしがりです。今回ですけども、はい、PR と SR のガチャ券がね、あるので、ちょっとこれを引いてみたいなと思います。まあ、これショップでね。まあ、とりあえず、まあ、さっきに PR から行きますか。いや、こっから SR 来てくれたら、ほんまに助かるんやけどな。今、ちなみに何なんのガチャは。もうこれ、あ、まあ、これか。だから可能性としては上がっとっていうね、一応。これ関係あるんかな、これ3つあるけど。何が、なんかめっちゃあるけどな、いっぱい。これが一番なんか確かに PR 券手にあるからええような気するけどな。ちゃうかな、まあ、これがいいか。まあチケットガチャやから本が関係ないけど。頼むチャリ、ここで来い。グッ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 。お、ピンク、これ黒だ。あれあれで一応多分あるって書いておったもん、一応確率としては。頼む、ガチャ虹来いや。おお、ええや。あ、まあ中之島では使えるな。中之島はええぞ。ライチ、これ彼女が欲しいじゃん。彼女、彼女。ああもうこれはもうライチ。おお、ああええやん、いいや。結構今のところええぞ。 PR 来い。スッポーン、お願いします。グッドドン。ああ、ピンク系高品か。きついね。パーン、パンパン、スポパーン。おお、ええやん。ギャンバー全部持ってやん。全部全部ダイヤのエースやん。これは神か、神だか、神だか、それか、怒り、怒り、怒り、いや、欲しい、怒り、欲しい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 、PSR、PSR、欲しい、お願い、なんで、お、くわーん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 、なんでこいつなん、こいつ何回目、こいつ、3回目くらい、なんなん、こいつ、ほんま、こいつ、なんなん、ほんま、なんか、いつもこんなん、こんねとやん、SR ガチャ券から、なんとやろ、ええやつ、今まで引いてへんで、多分1回も、お前、絶対見せたからないぞ、ほんまに、でも、いや、無理やろ。チャラの電車でミキサーかけたんだよ、ほんま。うわ、マジで。これ、これでも俺一回も引いてへんよ、まだ。あ、引いたわ、10連確定やつ引いて、あれ、嵐も引いてん、これクソみたいな、あれクソやんけ、これ、ほんま。クソやな、これ出えへんか、こんなに。これは出やすいやろ、これだから 2人で取ったやん、これで。え、これで。ちょっと待って、ハグにさして、アップしてるとはどうけど、ほんまどれがアップしたかって分からへんよな、これ。あー、1.5 倍はー、1.5 倍 1.5 倍ってやばいな。30のところが、え、まあ、8月3日、3倍、今日までや、今日のもう4.5倍ぐらい。 1.5 倍ってめっちゃでかいな。20回2回ぐらい出るってことや。でかいな、だから20連したら1回ぐらい出るってことや、要は。もうやっとけ、もうここまで来たらもう夏休みやから。頼むわ、男性だけの日お願いします。グッドッ。うわー、やっと終わりました。メラメラ20回。あー、くそくそくそ。ピア、お、ピア、え、ピア3、めっちゃいいやろ、ピアル、めっちゃいいやん、ピアル。あー、でもあれか、イヌキと、まあ、ミユキぐらいか。イヌキと、イヌキもおるで。あー、イヌキおってええやん、ええやん。もう行こう行こう。頼む、お願いします。斬新だ、ヒューザー。グッ、これ上がったら、おグググ来た。ピンク、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 ピン。おお、でも分からん、これメラメラも虹、虹来い。よっしゃー、ドラドラドラ来た。よっしゃ、これ、これラスト、行ってくれ。おお、うわー、いや、めっちゃいいや、だって関係。あおちゃん、うわ、変化球はまだやばい、ええじゃん、あおちゃん、だってマリンボールやし、強い、絶対強キャラや。3万円。ほぉ、変化球ボーナスだよ。8、強っ、うまいな、変化球で。これ最後まで変化球まで10つくんか、こいつ。やばいやん、もう変化球取っかやん、こいつ。だから超変化球、俺らもうこれで全員変化球で組めるで。やばいな、でも葵ちゃんって入れたらこれ何目なん、やばいと。葵ちゃんは、ほぉ、でも葵ちゃんいいんじゃない、普通に。いや、ええで、絶対。まあ俺じゃねえ限り被るけどさ、うん、まあええんじゃない、普通に強いキャラや。だってあっという間や、こいつ。てか青いジャイアンしかマリアしか、こいつ特殊力ほとんど持ってんから。そうそう、変化球クリッチもらえる。単価8.5点高いな、タンマと一緒。あといべ、こいつあといべ、やばい。でもええで、これ普通に。ほー、じゃあこれこつゆべだから変幻自在のあれやもん。難しそうやな、でもこれ。でもあー、よかった、青いちゃんって。いやー、ええやろ絶対。これデッキどうなるの、じゃあ青いちゃん入れたらどうするかやな。これ立川もあといべやからさ。立川しかもコンボあるしな、あの、上司と、上司と、あるな、前から。でもこれ誰も抜かれへんね、後入れ。あ、抜けるわ、別に。あ、いける、あ、いける。あ、誰か抜いて、星入れたら、え、後入れやからさ。誰抜こう、
星入れたらいいから、このマイベの誰かを抜いたらいいんって。いや、押さえ作れんとカラスさん抜けばいいし。まあでも極論さ、ほんまの男いたらさ、あーでも怒り入れられんのはこれだから、これやったらマリンボールやん。なるほどね、めっちゃええやんマリンボール。好きやわ俺マリンボールの、あの剣が変化する感じ。でもなんかこれいらんけん、超新魔球とかじゃん、これこいつ、まあ、いらんよな。だって俺超新魔球回よりもういたわ、キレがなんでもないんだ。こいつはただめっちゃええやな、特殊能力が。そこだけやほんまに。でもキレと脱三振ぐらいよ。まあ脱三振ほとんど持ってへんからみんな。あーでもキレと脱三振か、葵ちゃんええなこれ。まあ、どうするかやな、葵入れたら。川上とか、あー微妙なとこやな、ね、葵ちゃん。どれ抜いてんか分からないけど、オリヒェンが被ってまうからな、星とか全部入れたら。オリヒェンがめっちゃ被ってまうからさ。ああ。しかも後入れがもう、だって、立川ともうこれ、中が確定しようからさ、後入れ一人だもう後入れ誰も入れられてるっていう。ここで。いや、関係しか持ってんから、こいつ、あとずっと変化球らしいな。入れたら、ほんま、丹波と2とか、丹波は綺麗やもん、それの。でマリンボールが変化。いやーでもまあ微妙なとこ言うの、これ青葉が入ってもどうかな。あーこれ難しいな。でも誰を抜くか、うん、むずいな。変化球は確かにもう十分イエスおるが、立川は絶対必須や。うん、必須なんですね。で誰がおるかって、丹波と葵ちゃんはもう一緒ぐらいええからな。まあこれチーム抜いて氷上に変えたら、まあ氷上はマイベやから、しかも変幻術で圧倒からめっちゃええけど相性葵ちゃんと。確かにな、うん、ええ。これであのデッキを、まあ、だからちょっと余ったデッキあらゆるどっかに使ってんデッキ、3番目のは使ってんのに、まあイメージとしては治癒を抜くというデッキですね。まあ治癒のそうじゃ釘付けはええけど、確かに、まあ、まあでもあえて誰を行くかっていう、丹波、まあ立川、立川葵っていうね。まあやばいやろな変化球、うん、まあやばいやろなそれで氷上入れるってことだろ。そう、青いちゃん、青いちゃん入れてからのカラスマで、このフレンドで氷上使うと星入れられへんけどね。いや星入れられへんと、おりへんやんだって。あそうかそうか、こいつ入れて青いちゃん入れたら一応おりへんも被らへんで、一応で、あと今前上3人3人になるけど、変化球3人の2人のドラゴンちゃん、まあ、球速がおらへんなるってあれやけどな。球速欲しいな。あでも青いちゃん嬉しいけど俺、あもう受け取れへんの。いやでも良かったんじゃない。まあまあいつか絶対使えるやろ、葵ちゃんから。いや使えるな、うん、いやな、まあええと思うの。まあまあそのクソみたいな当たりましたけどね、サメ島がね、あんま忘れましたけど、それを取り戻すくらいのね引きやったのさっき。あいつなんか当たんねんほんまに、あいつやばいよ。でかその SR ガチャ券とかで引いた時基本的になんかこっち系や。そうやねん、嵐丸とかクソみたいな人当たれんからな、うん、いやまあまあでもまあ葵ちゃん当たったんでまあ良かったかなと。変化球投手はね十分すぎる、まあ、使い道が絶対あるんでね、どっかで、うん、あまあ変化球だけでの育成とかも面白いと思うんで。ああやりたいな、うん、だもうできるやつもう超のもる、超のもるから、うん、あと星借りたんやろ。星借りて変化球5人、まあ、彼女控えに迎え入れてのあのってのも面白いと思うんだ。治癒抜いて、ああ確かにや、うん、控えデッキって控えで治癒、まあ、別に俺らが入れるから、まあ、星とか欲しかったな。でも、うん、星持ってるのに前目の変化球投手っていうのはな、前目がなんか俺ら前目がなんか俺らのこれしかおれへんから、これ入れたらおれへんっていうの。急速のマイベが欲しいよな。まあ、マイベがって青葉なんか俺はもう固定されてもどうかな。タルモトがアトイベって言ったもん確か。あいつアトイベやわ、怪物級や、タルモト。あかん、マイベじゃないとあかんもんな。うん、そうやんな、マイベこらへんねん俺は。てなんでもマイベって言ったら必要な星とかタあスズモトとか、まあそうなってくるなですね。まあ、今回とりあえずこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。